あれ、エッちゃん何してるんですか？鏡見てる。まさか、エッちゃん恋しちゃったんじゃないですか？僕いや、他の人に恋することあっても、よっちはない。ところで何してるんですか？いや、まあアクセサリーが欲しいなと思って。あー、ダメです、僕お金持ってないですから。そら、買えないですから。何言ってるの？買えない、はい。手作りでアクセサリーを作るの。スポポン研究所、イエーイ。ということで、何でアクセサリー作るんですか？よくぞ聞いてくれました。じゃーん、これで作りたいと思います。ビー玉でアクセサリーってエッちゃんの年に合わないんじゃないですか？このビー玉を焼くと宝石のように美しい姿になるのよ。まさか。いや、まあ失敗したらよっちに何か買ってもらおう。ちょっと待ってます。いや、ではまず材料紹介いきます。こちらビー玉です。ワイヤー、これは1ミリ以下ぐらいが一番ちょうどいいです。ペンチ、ボウルに入った氷水、フライパン。それではフライパンにこのビー玉をとりあえず10個入れてみます。そして強火で5分から10分熱します。ということで10分経ちました。入れていきましょう。ゆっくり入れます。パリパリパリ。お、見てください、重油、これです。大きいのいきましょう。チーン、大きいのは残念、失敗です。ちょっとあんまり熱しすぎてこうやって割れちゃうのが出てきちゃうんです。で、成功すると綺麗なひびが入ります。はい、できた焼きビー玉をこのワイヤーでこのように短く切ったワイヤーを6本先でまとめて、で、ねじります。この時先が尖ってるので気をつけてください。まとまったらこれを開いてあげて、開いたところにビー玉を入れ、間を入れてます。こうすることによって落ちない。ねじってここをこんな感じに結構ねじりましたら丸になるように、ネックレスのトップだと思ってください。ネックレストップになるように丸めます。こんなように固定したらもうワイヤーの残ってるところはこれで切っちゃいます。固定したビー玉とワイヤーのところに細いワイヤーを通します。こんな感じになってます。あとは巻いちゃいましょう。くるくる回してねじってあげると取りやすいです。ファイヤーネックレス。はい、ということでネックレスにしてみました。じゃーん、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また明日の午後4時にお会いしましょう。またね。またね。めっちゃ強そう。ほぉで、バーンってやられたら、これが、こうなる。